はーい、皆さんこんにちは、のっぺです。対抗立志伝やってみましょう。さあ、上杉家の足軽として奮闘していた私、一からのスタートだったんですけども、あまりにも取り立ててもらえなかったということで、まあ心苦しかったんですけども、暇をいただきました。なのでまた浪人に逆戻りでございます。人の下につくのがね、苦手なんですかね、元関東管理。さあということで、今回も頑張っていきましょう。よーせてきまーす。さあということで、今回もやっていきましょう。で、次の仕官先探さないとですね、もう上杉家に仕官することはできないんで。息子我が義理の息子よ。まあさすがに北条につくのは絶対嫌だまあそれでも面白いけどね。で、武田っけな、今高宗駿三国同盟中だっけ。あー、そうだ、今川義元が撃たれたんで、あー、ちょっと高宗駿三国同盟が壊れかけてるのかな。ってなると、今勢いを伸ばしてる松平元康、あー、いいんじゃないですか。じゃあこっち行きましょうか。優秀な家臣も多いもんね。さあ行きましょう。松平元康は私を引き立ててくれるでしょうか。もう全然昇進できなかったもんね。で、岡崎城に入りました。で、この方は大須賀康隆さん。あ、こんにちは。話す、うん、あー、了解。で、お城行きまして、で、松平元康様はただいま外出中でございます。またかどうせ許すだろうが。じゃあそうですね、まあこの辺の方たちと仲良くしましょうか。じゃあ本田忠勝不在。木下小一郎、秀長ここにいるのか。お初にお目にかかります。上杉憲政と申します。おお、そなたか、噂に聞くどういう噂なんだろう。落ちぶれた関東管理とか言われてるんだろうか。んー、とりあえずじゃあ茶席。はい、どうでしょう。はい、わびさびの心で、ほほう、なかなかのお手前で、お茶わかる、ナイス。で、そなたを立てちゃった茶は誠に見事なもの。あー、で、ありがとうございます。好き者、茶道系の称号で魅力はプラス3、素晴らしいですね。ありがとう、小一郎。小一郎大好きだな、私。そうですね。あとは、本田正信か。とりあえず会ってみよう。本田正信は、あー、やっぱ、めちゃめちゃ能力高いな。ほう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 。まあ、ここが、じゃあ、茶席でどうです?さあ、お茶がわかる方でしょうか。あー、で、めっちゃ茶わかる。ナイス!いいですね。で、そろそろ戻ってこないですかね。あ、戻ってきたか。じゃあ、堂々と正面から行きましょう。そこの者止まれ、何者か。さて、どうやって通してもらおうかな。まあ、もちろん堂々と名乗る。なんだって私は元関東管理ですからね。元ですけど。さあ、行きましょう。で、申し訳ありませんが、松平元康様は多忙につき、お取り次ぎできません。元関東管理なんですけど。はて、その顔には見覚えが。お、かの有名な上杉憲政殿では。失礼いたしました、お取り次ぎいたします。どういう意味で有名なんだろう。あー、で、松平元康、こんにちは。あー、やっぱ能力めっちゃ高えな。じゃあ仕官することできる。いきましょう。松平殿、この度は大切なお願いがあってまいりました。ほう、どのような願いじゃ。この上杉憲政、ぜひとも貴殿のもとで働きとうございます。何、それはまことか。むう、お主をよく知らんのに嫌いにはできぬ。ああ、ですよね。出過ぎたことは言いましたそうですね。とりあえずお茶わかるかな。さあ、どうでしょう。さあ、わびさびの心。あ、まあまあわかるか。よしよしよし。じゃあこれをやりまくろう。堂々と正面から。あ、賄賂はいらん。賄賂、うん、そんな金はない。元関東管理なのに。まあこれではさすがに仕官できぬか。さあ、あれから何ヶ月か通い詰めまして、こちら松平家の家臣たちとめちゃめちゃ仲良くなりました。すごいね。で、本田正信、いや、本田正信とね、今私たちめちゃめちゃマブダチですからね。じゃあ今回も茶席で。はい、どうでしょう。はい、わびさびの心。おお、これは素晴らしい茶だ。ありがたく頂戴です。とても喜んでくれたようだ。サータンを立てた茶は誠に見事なもの。あー、で、はい、茶道をいただきました。ナイス、やったぜ。魅力プラス6、やったー。で、憲政殿と話してると、つい我らが異なる世界に住んでることを忘れてしまいそうになるわい。同じ道を歩んでおればのフラグだった。よし、
で、これでお城行きましょうか。さあ、元屋様、仕官させてください。すいません、毎月来てますけども。おお、乗りまさ堂ではないか。今月も来たのか、よく来た。じゃあ行きましょう。で、さっきお茶は立てたんで、ここで仕官していきます。お願いします。松平殿、この度は大切なお願いがあってまいりました。どうせ仕官の話でしょ。この上杉の山さん、ぜひとも貴殿の下で働きとうございます。まくたそれはまことか。むお主の決意よくわかった。ではこれよりわしの下で働くがよ。よかった何ヶ月もかかったもん。おお、ありがとうございまする。だがわしの配下となるからには今までのような付き合いはできぬぞ。心しておけ。はあ、これから貴殿のために一生懸命働きます。む、では早速お主の家を用意いたそう。行ってみるがよい。ありがとうございます。で、一つお主に言っておかなければならぬことがある。奇数月の初めに表情ね。了解です。お主も表情に出る義務があるからね。忘れちゃダメだよ。了解です。いやー、やっとここまで来た。長かったわ。さあ、ということで私の家に行きましょう。ちなみに私は、まあ、足軽組頭か。一応ね、上司は松平元康なんですけどもね。これがね、重要らしかったですね。前回はね、小島弥太郎だったからね、あんまり引き立ててもらえなかったんでしょう。いやー、頑張った。で、所持品鑑定。あー、これもできるようになったか。まあ、とりあえず金めっちゃ持ってるんで、お金預けておきましょう。はーい。で、これだけ松平家の家臣たちと仲良くなってるんで、カードもらえるかもしれないですね。まあ、カードっていうか札ね。じゃあ行きましょう。茶席。さあ、どうでしょう。はい、わびさびの心。おー、これは素晴らしい茶だ。で、とても喜んでくれた。で、どうだ？オッケー、ナイス、よしよし。あ、で、新しいカードを手に入れた。やったぜ。いいぞ、いいぞ。よし、これだ。行きましょう。鳥居元だ。茶席。はい、どうぞ。さあ、カード取りまくるぞ。で、とても喜んでくれた。で、茶道の技能を極めました。うわー、すげえ。やったー、茶道の連達者、ナイス。やっぱ茶道大事だね。さあ、で、どうでしょう、カード。時一とお前の博識を試させてもらえるか。クイズか。うわー、読めねえ、なにこれ。なに、あー、ちょっと待って、調べていい？よし、調べました。こちらのお城は、殿郡城と呼びます。その通りじゃ。さすがの今さん、誠にあっぱれ。すいません、ネットで調べました。で、カードナイス。鳥居元忠。あ、で、タメ元忠も同盟のもよしみ。はいはいはい、やったー、すげえ。さあ、表情の日になりました。表情が始まってしまう。寄り道をしている場合ではないな。さあ、行きましょう。あ、で、本田忠勝、若いねみんな揃っているだな。ご苦労である。早速表情を行う。それでは今後についてだ。知ってのとおり、我が家の最終目標は天下統一である。今月は領土発展のために軍備を行いたい。はあ、この方針に関して何か意見のある者はおるか。さて、どう提案しよう。まあ、何も言わなくていいんじゃないかな。何もないようだな。ではわしの考えのとおり、今月は軍備を行う。で、主命はですね、まあ修行でいいかな。さあ、野今さん、修行をよくしさらなる技を身につけよう。はっ。まあね、上杉と違って関係がないからね。まあ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 。そうだな。ちなみに今、上杉則政さんのスキルこんな感じですね。結構ね、茶道とか医術、そして算術が高くなりましたね。はい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 。まあ、こん中だと、ちょっと武芸上げといた方がいいかなと思うんすよね。今日に登るか。すいません。どこかで刀売ってないですかね。で、茶屋来ましたけども。物品購入。刀でねえかな、刀。あんま仲良くなってないか。また、じゃあなんか買っとこう。金塊。金塊じゃあ10個ぐらい買っとこう。はい。で、これで。藤ナス。茶入れ。手に入ったか。じゃあこれ。承諾。はい。で、剣来た。よしよしよし。さだとし、いいですね。じゃあ、交渉交渉。はい。こ、あーで、こ、で、
ここ、あー、上杉のりまさんのルーレット難しい。なんかね、あれ、あーと、くそー、具足だな、来たわ。変える？変えるな、ギリ変える。よし、オッケー。よし。やばい、マジ、のりまさんのスロット難しい。ねえ、スケザイモの時めっちゃ簡単だったんだね。こ、はい、で、わー、難しい、ほんとに。こ、あー、大丈夫。こ、オッケー、よしよし、まあいいでしょう。はい、よし。まあ、だいぶ安くなったね。あー、で、価値6か。まあ、これも買っとこうか。うわー、ギリだな、マジで。頑張れ、頑張れ。金ねー。もういいや、適当だよ。オッケー、オッケー。で、これも欲しいね。まあ、だけど、さすがに金がない。で、さっき買った武器を装備しまして、はいはいはい。で、あー、区内もあるか。まあ、刀剣、刀剣。はい、よし。オッケー。じゃあ道場の方行きましょう。ここには吉岡憲法さんがいるからね。お初にお目にかかる上杉のりまさと申す。ほう、松平家の方でございますか。うん、そうで、今はね、うん、諸事情ございましてね。んー、じゃあ武芸指示行きましょう。10日ほど、あー、いいんですか。あー、安。さあ行きましょう。で、ちょっと HP 減ってる。しまった、回復させなかった。さあ行きましょう。まあ、今まで盗賊の方からだいぶ逃げてきたんでね。はいはい。で、あー、嘘。さあ、どうだ？来い。け、あー、切れないか。ちょっと移動範囲もね、だいぶ狭いっすね。で、行こう。おー、よしよし、さすが。価値7の武器。来い。そっちか。あー、重ねた、くそ！ここ、はい。腕、切れるか。よしよしよし。いや、でも、浅い。うわ、そっち行った。痛い、やめて、やめて、やばい、やばい、やばい。コード、火、傷薬か。待って待って、蹴り投げもちょっと怖いな。こ、一発決める。どうだ。うわー、ミリ残った。こ、いけるか。なんで、くっそー。武芸技能経験がやや増えた。くーわー、なんでだ。今絶対いけたと思ったのに。もう一回やらせろ。くー、難しかったな今の。もう一回お願いします。くっそ、また負けだ。はい。でもね、以前なんか騙し討ちみたいなのあったけど、あれ以来ないね。あれ、よっぽどレアなイベントだったんだろうな。合力。くっそ、素人相手にマジになりやがって。こう、はい。で、これは切れる。ダーカワした。くっそ。こう、さ、うわー、かわした。もうなんでそんなことできんだよ。よしよし、あさ。で、こう、よし、よしよしよし。今回かなり向こうが正直で、防御け、よしよしよし。で、け、いけー、だー。頑張れ頑張れ、粘れ粘れ。切るか。んー、まあまあまあ、あと1回、あと1回。きつー。おっと、で、こう切るか。よーし、オッケー、オッケーオッケーオッケー。頑張った。さあ、これで武芸の技能1位上がりました。オッケー。で、鉄壁。おーし、よし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 。これ繰り返しましょう。で、ついでに、じゃあこちら甲賀の里行って忍術学んでみましょうか。だー、できた、この野郎。だから私は今最強の装備を備えてる上杉のりまさなので、多分大丈夫じゃないでしょうか。さあ、行くぞ。まあ、何回か勝たないといけないもんな。こ、はい。だーれ、だー。急に外した。あー、やばい。はい。だー。全然あかんの。で、合力。はいはい。頑張れ頑張れ。さあ、ちょっと惜しいかな。こう。はい。で、これで。どうだ。よし、まず一人倒した。よしよしよし。さあ、で。さっきはいけない、外してしまったが。
まあそこはご愛嬌。よし、でこう、これな。で、大丈夫？食らった？いや、食らってない。外した外した。よし、こう。だー、大丈夫か？危ね。もうこっちがこれ以上いけん。こう。こう。はい。いけ。いけるか。オッケー、ナイス。よしよしよし、でかした。初めて上杉のりまさでやっとに勝てるかもしれん。ここは慎重に行こう。よし、さあで回復して、いやー気合のゲージが2つしかないのもきついな。できた、もうしこれがめっちゃ恐ろしい。よし、外した。 OKOK で、こうどう、あーそっち行っちゃった。はいはい、親分親分、こっち来い。よし、だからやっぱね、武芸の値が少ないからね、きっつい。まあ、ここから上がっていくといいですけどね。だー、かわしおったー。こ、またまたのお尻。あ、でも結構外すね。いいの？あー、ちょっと外したか。こどう、だー、こ、はい、こう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 、いけ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 。よし、外した。で、ここで来た。まさい。のりまさきっつい。これで天下取れるんでしょうか。おーし、倒した。初めて野党を勝てた。もう今までずっと逃げてばっかだったから。よしよしよし。で、甲賀の里入って、で、む、怪しいやつめ、何者か。仕事の多い依頼に来たんだ。他意はない。いや、そういうわけではないんですけど。で、忍び屋敷入って、ちょっと修行させてもらえませんかね。で、ご多忙のため、今お会いできもかねます。なにで、あ、ここか、ここか。はいはいはい。行きましょう。で、これはどういうやつ？忍びが一目置かれるのは、情報入手力の高さゆえであります。はいはいはい。左の巻物に表示されている人物と同じ人物を探し出す。なるほど。で、左の巻物が少しずつ開いてくから、なるほどなるほど、了解。やってみましょう。なんとなくわかる。さあ行きましょう。で、左の人物を探し出せばよいのだな。さあ行きましょう。これはこれか。はい、はいはいはい。いや、ちょっとね、両方見ないといけないからな。こう、あ、よしよしよし。こうか。あー、だいぶね、この辺でわかる。みんな色が違うからね。よし、これか。よし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 。でもね、こう両方見なきゃいけないのが結構きつい。こうか。オッケー、余裕、完璧でした。で、忍術の技能が1上がりました。で、忍び足、物音を立てずに移動することが可能になる。ほう、なるほど。で、あと6日しかない。急いで、岡田記事を戻りましょう。行くぞ。またかー、やばいやばい、ちょっと逃げたいな。まあ3連勝中だもんな。やってみるか一回。さあ、切れる切れる、はいはいはい、切れ担当関連。よし、こうかな。よし、あと1、あと1、ミリ残った。こうかな。さあ、で、のし、きた。よし、外した。オッケーオッケー。ここは危険。はい。よし。多くのやつ倒したいけどな。ちょっとあそこまで行くのは、リスクがある。よしよし。だいぶ外すな、向こう。よーし、ナイス。よーし、よしよし。ナイス、ナイス。でかした。で、こう。よし。オッケーオッケー。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。素晴らしい。さあ、こうで、また悲劇か。で、これも外して、で、これはさすがに綺麗。はい、こう、で、こう。さあ、どうでしょう。だいぶみんな外すね。はいはいはい、ほい。で、もうちょっと武芸の能力が高かったらいけたでしょうに。なやすけ左衛門は一撃でいたもんね。あいつ結構万能だったんだな。さあ、
で、オッケー、ナイス。よーし。よーし。オッケー。ナイス。で、一旦移動中止して、で、キヨス寄ろう。はい。ちょっと今、物持ってるから、あんな絡まれるんだ。じゃあ、紙、はい。紙売りまーす。ベルレト。この極狭スロットね。で、あーで、あー、よしよしよし。こうナイス、よし、オッケー。気合で。で、針だっか、とっか。はい。承諾。オッケー。で、報告しに行きましょう。急ごう急ごう。はい。時間がない。はい。で、お城行きまーす。おー、乗りまさか。待っておったぞ。主命は達成できたか。はい、できました。今回は様々な技能を学び、収めることができました。素晴らしい出来じゃないか。乗りまさん、見事だ。ご苦労であった。で、軍港が40上がった。ナイス。あー、武士軍港もリセットされるのか。これは辛いな。だからまた1からのスタートなんですね。頑張りましょう。では表情いきましょう。現在上杉のりまさの軍港200か。これで昇進できると思うけどね。で、パパッと見てみると能力や技能がだいぶ上がってますね。もう修行頑張りました。いきましょう。さあ行きましょう。みんな揃ってるようだな。ご苦労である。早速表情を行う。まあ、前回の指名の達成状況を比べてみるか。で、上杉の今さあっぱれ。で、あー、先輩方全然大したことないですね。あらあらあら、これはどうしたことか。でも修行多いな。で、前回はのりまさんの働きが一番だった。褒美にこれを取らせる。べっこう細工ありがとうございます。もう大好き元康様。は、ありがたき幸せにございます。うむ、上杉殿にだけは負けたくなかったのだが、より精進が必要ねえだ。なんかね、この方私のことね、ライバル視するんですよ。なんだろう、この方。オースカイアスタか。これらの者の働きを認め、それぞれ昇進させる。これからもわしのために働いてくれ。よーし、オッケー。上杉のりまさん昇進しました。おめでとうございます。やったー。で、あー、木下小一郎も昇進したんだ。はいはいはい、やったー。は、ありがたき幸せにございます。より一層の働きをお目にかけます。それでは今後についてだ。知っての通り我が家の最終目標は天下統一である。今月は領土発展のために内政を行いたい。あー、じゃあこれ方針意見してみましょうか。これで方針意見成功するとね、軍功がちょっともらえるんですよ。んー、じゃあ調略。さて、調略を提案するとしてどこを目標とするか。あー、まあ今川家でいいんじゃないですかね。さあ行きましょう。大殿、僭越ではございますが、それがしに意見がございます。ほほう、では聞こう。大殿、それがしが考えますに、今回は調略を行うのがよろしかろうと存じます。上杉殿、大殿のお考えに異を唱えるのは出過ぎたことにございますぞ。こいつ大須賀安田が覚えたからな。大殿、恐れながら拙者も上杉殿の意見がよろしかろうと存じます。ああ、本田重次がありがとう。顔めっちゃ傷だけど大丈夫。うん、調略か。うまかった。あ、のりまさんの意見はもっともだ。今回は調略を行おうとする私の意見が通りましたね。おー、大殿、お聞き入れください。強烈至極にございます。うわー、面白くなさそう。なんなの。さすが上杉殿、素晴らしい考えでございますな。はい、上杉の今さん、武士軍校は50上がりました。パチパチ。では皆の者、斧がなすべき襲名を選ぶがよい。あー、まあここは修行でいいんじゃないですかね。ひたすら修行しよう。のりまさん、修行を良くし、さらなる技を身につけよう。ぎょい。安田が浪人を少なくとも一人は見つけてまいれ。は、襲名が行き渡ったようだな。では今回の表情はこれで終了とする。上杉殿の力量には過ぎた襲名と、ああ、それがしには見受けられますが、いやー、これは失言でございます。お前は浪人一人連れてくるだけだろう。なんだろう、なんでこんな根に持つんだろうね。で、表情までに技能のレベルが上げれなかったな。結構頑張ったんですけどね。だいぶね、襲名の修行がきつくなってきたかもしれない。じゃあ、こう行きましょう。清水の砦、水軍来たよ。これでレベル1だけでも上げれれば。さあ行きましょう。10日ですね。よし、お願いします。だー、こういう感じか。で、なんでこれだけチュートリアルがないんだろうね。変なの。
と大輝で、はいはい、まあ、だから足柄の修行と一緒かな。はいはいはい。で大輝、で大輝、はい、で大輝、でこう、よし、さあで次で近づけるかな。でこの辺りでいける。あ、待って、もうちょっと近づくわ。はい、でこうで、こうして、あと、もうちょっと前進むか。よしよし、いいよ。で、こういって、でこうで、これでこう。お、だいぶやり方分かってきたな、私も。でこうで、ここで特技使う。で、5球いきましょう。はい、さあ、5球いけで、あー、めっちゃ食らうな。ナイスナイスナイス。さあ、先制攻撃はしたんで、私の方が有利なのでは。で、私めっちゃ殴られてる。大丈夫、痛い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 やばい、対象狙いだ、向こう。で、向こうは逃げたか。で、流された。何それそんな要素あんの。で、上の人がどう動くかですよね。待機、よしよし、前気付けてくれてるからめっちゃ助かる。だー、すんげえ連れてきたこれこれこれ、こっち待機で、こう、もうこれもう対象狙いでいこう。ここまで来ればなんとかなる。で、こうで、こう、よしよしよし。だー、そっち来ちゃったか。うわー、難しい。あんなに有利だったのに。これ、怒られるかな。一回行ってみよう。いやー、すいません、殿。ダメでした。悔しい。おー、乗りまさか、マットだぞ。シュメア達成できたか。申し訳ございません。せっかく機会を賜りましたが、これといった成果を上げられませんでした。たわけがそんな。ドリマさん、これまで何をしとった。もうよい、下がれ。めっちゃ怒られたんですけど。だって上がんないんだもん、しょうがないじゃん。厳しい。うわー、なんか怒らせちゃったな。ちょっと殿、ちょっとお茶しましょう。怒ってる。いやー、親密度は下がってない。じゃあ、どうぞどうぞ。アビサビの心で、かなり喜んでくれた。よかったよかった。ふぅ。さあ、それでは今回はここまでしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルベでした。さよならー。